はいどうも皆さんこんにちは、ひろあきです。今日なんですけどね、ちょっと大西組のすごく忙しい一日をお見せしたいと思います。はい、というわけでね、着物のね、わかります？着物、逆になっちゃってる。着物、サローネでね、ちょっとこう踊ることになってるんですけれども、そっぺそこのね、なんていうの、さきなはモデルみたいな感じね。そう、着物のモデルとして今回出させていただくってなって、お兄ちゃんと組んでますって、社交ダンスしてますって言ったら、ダンスやろうよみたいな、最後の最後に本当にまさかのね、着物とダンスのね、異色のコラボっていう、ね、和と洋だからね。そう、まあちょっと今ちょうどリハーサルもバーッと終わってね、一瞬だった、一瞬、いや大丈夫かなと思いながら頑張りたいなと思います。これからね、なんと強化練習会にちょっと顔を見せて、顔を出したいと思うので、ジュニアの子たちもいるのでね、ちょっと私たちもしっかりといるっていうことをちょっとね、ダンスも見せていけたらいいかなと思っているので、行って、はい、またこっちに戻ってきて、急いでヘアメイクして気づきして本番を迎えたいと思います。行ってきます。強化練習会一発目、今からラジオ体操をやるみたいです。頑張ります。なんかね、動的なストレッチでね、やっぱりラジオ体操って優秀っていう話なんで、今日はケビンさんが仕切ってくれるみたいなんですけど、やっていきたいと思います。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。あ、ここ更衣室使っていいですよ。危ない危ない、誰か意外とハマったりする。着物のところ向かっていきたいと思います。はい、というわけでね、今ちょっと練習会ちょっとだけね参加してきて、今から急いでまた国際フォーラムに戻りたいと思います。はい、で、ミンさんは着物は着られないんですか？あ、多分着ないと思います。あ、そうなんですね。最後のじゃあダンス、そうですね、はい、なかなか謎なコラボなんです。そうですよね。僕も着るのかなってちょっと思ってました、勝手に。僕も結構最近までは着物着て踊るのかなって勝手に思ってたんですけど、あ、着なくていいよって言われて、あ、そうなんだって思って。ダンス要因、はい、勝手に着るもんだと僕も思ってて、そこちょっと逆にワクワクしてたんですけど、ね、あ、なるほど。確かに着物なんか踊るってあんまりないから、うん、新しいなって勝手に思ってました。多分ちょっとやっぱり着物自体が多分高すぎて、多分って勝手に思ってます。なるほど。確かにちょっと汚せないなとも思うしっていう。さっきまでそのダンスの練習会に行ってたので、はいはいはい、めっちゃ髪の毛とかボサボサだったと思います。動いた。
動いた後だったんで。もうそれはもう仕方ないです。全然大丈夫ですよ。これですね、練習会をしてからショーに挑むという。そうなんですよ。めっちゃハードじゃないですか。なんか昨日もその、なんか金スマって番組あるじゃないですか。はい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 、あの番組でなんかちょっと体力テストみたいなの取らないといけないみたいな感じになって、へーすげー、なんか反復横跳びを、なんか本当は20秒なんですけど、1分半くらいやることになって、鬼ですね。そうなんですよ、鬼で。その後になんか普通に練習会、また練習会みたいな感じでちょっと腰に来てるっていう感じ。辛いですね。ヘアメイクの鈴木から、なんかお兄ちゃんはいつも疲れてるって、あなんか寝不足なんか疲れてるなんかって聞いて、確かに。あー、そのよく寝ちゃってますもんね、その。あ、そうなんですか。なんかそのキレカさんのその、なんだっけ、東高円寺にあるスタジオでも、はいはいはい、すいません、もう限界です、寝てもいいですかみたいなことをやっちゃったことある。そうなんですね。なんか今日も絶対疲れてると思うみたいな感じで、本当に疲れてた。そうですね、結構。でもなんか会うタイミングがいつも、なんでこんな忙しい時なんだろうって思いながら。忙しい時期に限っていつも。そうなんですね。いつももっと元気なのになと思いながら、あ、常に今疲れてるわけではないんですね。そうですね。本当にたまたまなんだ。そうなんです、ね、でも2回くらいお会いした時に疲れてるともうその感じになっちゃうじゃないですか。確かに、このイメージ印象がもうイコール疲れてる人みたいな。、なかなか払拭はできないですよね。確かに、会ったことないのにもう、あ、きっと疲れてるんだろうなと思ってました。多分無駄に追い込んじゃうんだと思う、自分を。ストイックなんですね。なんか先輩がめっちゃストイックな人がいて、はいはいはい、なんかそこ、その人真似まではいかないんですけど、ちょっと真似しながらって感じですね。絶対無理。ストイックとか。自分に優しくですか、うん、本当に。いかに自分に優しくするかっていう生き方をしてますね、完全に。もう寝ないと全然動けない人間なので、あ、もう8時間は寝たいなって。うーん、それは普通です。通常そうですよね、はい、最後の出番まで待機なんですかね。多分そうですね、はい。結構なんか流れるように出番が来るってさっき聞いたので、はい、そうなんですね、はい。あっという間に終わっちゃいそうですね、そしたらですね、はい。楽しみ。いや、頑張ります。なんかダンス我々も最後は見ていいって言われてるんで。あ、本当ですか。はい、見て。ちょっと一番の不安が舞台から落ちないかっていう不安なんですか。なんかさっき言ってたかも、なんか絨毯なんだろう、カーペットみたいのが。あ、そうですね。カーペット。なんかそれで踊るのが多分踊りづらいみたいな。そうなんです。いつも板みたいな床の木の床で踊ってるので。カーペットに突っかかって思いっきりダイブしたらめっちゃ面白いなと思いながら、どうすんだろうと思って、それやったらもう一回もう一回やるのかな、最初からって思いながら。どうなんですかね。なんかしかも狭いらしいですね、なんか踊るにはちょっと。あ、そうですね、狭いみたいな。結構いつも広めの体育館みたいなところで試合があったりするので、結構広めで、でもなんかめっちゃ乾燥肌で、なんか探してるんですけど、おすすめのやつがないんですかね、乾燥肌に。どうですか、乾燥肌。今使ったのこの無印のしっとりと、はい、うん、無印とかいいんだ。意外になんかお手頃な値段なイメージあるから。あ、確かに、なんかそのすごいハイブランドだとやっぱ高そうな感じしますか。そうですね。あ、いい感じ、さすが。モデルがいいんで。すいません。ありがとうございました。ありがとうございます。
あ、お兄ちゃんで大丈夫です。私もお兄さんでもさっきから呼んでるから。さきなちゃんが戻ってきたら一緒に行く感じになるので休憩です。はい。よく姉と間違われるんでお兄ちゃんって言われると嬉しいのかもしれない。あ、そうですね。結構姉でお姉ちゃんって弟って言われるんで。なるほど。ここでは皆さんでもね、お兄ちゃんって。そうですね、多分妹がお兄ちゃんって言ってくれてるおかげだと思います。やっぱヘアアイロンってすごいんですね。すごい。本当ですか。なんかいろいろ変えられるんだなって思って。ああ、そうですね、結構あっちこっち動かせるんで便利ですね。普段はもうワックスベーってつけてって感じですか。そうですね、もうドライヤーとワックスみたいな感じで。うん、ドライヤーで撮影できたんですけど、ドライヤーがなくて。ああ、そうなんです。でもやっぱドライヤーの方が早いみたいな感じなんですか、今の感じだと。ざっくりこうなんか、あのなんだろう、パーマを戻すぐらいだったら全然ドライヤーの方が早いと思います。なるほど。ちょっと細かい動きとか、向き変えたい時とかはアイロンの方が小回り効くみたいな。そうですね。今日ずっと地下にいるんで。朝からってことです。朝からずっとこもってて。お疲れ様です。いや、全然そんな疲れてないです。お菓子食べてました。あの糖分って重要ですもんね。そうです、ありがとうございます。フォロー。僕も甘いものすごい好きで。あ、そうなんですね。もう甘党すぎて、うん、でもなんか、うん、クリームとかはあんまり、生クリームみたいなのちょっと油多すぎるんで、うん、なんか和菓子だとすぐに、うん、アスリートだと結構エネルギーとかにもなっていいみたいな話が、うん、アスリートの方って和菓子なんか結構好きな方っていうか。そうです、結構意外といいみたいな。うんうんうん、言いますよね。あんこもなんか豆と、はい、まあちゃんと砂糖の糖分で、はいはいはい、結構その血糖値がちゃんとぐんと上がって、そうなんですね、パフォーマンスが出しやすいみたいな話を。知らなかった。なんかいいとは聞いてたけど、何がいいとかはちょっと全然知らなくて。あ、そうです。うん。参考にします。食いつつ多分ちょっとプリンとか食べちゃうんですけど。あ、プリンもでも美味しいですもんね。美味しいです。前から見た感じ、なんか気になる感じとかあります？いや、特に。大丈夫ですか？大丈夫です。はい。スプレーかけちゃいますね。多分結構激しい動きするかもしれないんで。うんうん、そうですね。ちょっと強めの方がいいかな。強めな感じで分かりました、はい。大丈夫ですかね。あ、ありがとうございます。すみません、待って。でもなんかもう MC の方がちょっとつないでくれて、43分ですね。43分でも今26分だから大丈夫です。全然大丈夫ですね。全然大丈夫ですね。いや、あの早着替えのおかげです。ありがとうございます。マジで。いや、もう助かりました、本当に。何もしてないです、私は。一人では脱げなかったですもん。いや、あれ無理ですね、マジで。絶対無理ですよね。相当きつく締まってたし。似合う、こういうのが。美しいからですよ。美しいから顔もちっちゃいしね。本当にそう。ちょっと鏡越しに一緒に映っても嫌だもん。いや正直こんなことないです。お疲れ様です。どうでした？いやー、なんか、なんだろう、終わったね、一瞬で、うん。一瞬で怒涛のって感じだった。なんかもう、わかんない、覚えてないもん。ね、早すぎて。でもまあまあ、楽しく踊ることができたと思います。いや、もう本当に多分ダンス知らない人しかほぼいないところ。そうだね。でもなんか学連の子もなんか、学連1年の子いらっしゃって。見に来てて、うん、多分友達の紹介で、あ、そうなの。来たらダンス踊ってたみたいな感じで。そう。こういう機会をね、いただけたので、また会ったらちょっと
頑張りたいなと思います。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。 YouTube のメンバーシップにて僕たちが海外で行ってきた知識などをオンラインの YouTube ライブで配信したりもしています。僕たちのことを応援してくださる方はメンバーシップの登録をしてくださると嬉しいです。応援よろしくお願いします。